皆さんこんにちは。サクラチップスのマリです。この番組は日本語を勉強している人のための日本語聞き流し番組です。ゆっくり日本語を話します。There is a script in Japanese and English on my website. 今日のテーマはココアについてです。皆さんはココアという飲み物を知っていますか？ココアが好きですか？私は今、ホットココアを飲んでいます。夜に飲むと落ち着きます。牛乳を温めて、ホットココアを作りました。私はココアを久しぶりに飲みました。久しぶりだったのでとても美味しく感じました。もう一杯飲もうかなと思っています。私は朝カフェラテを飲みます。なのでココアはほとんど飲みません。日本語ではココアと言いますが、英語では何と言うんでしょうね。ちょっとわからないので後で調べます。ココかな。はい、後で調べます。ココアは、落ち着きたい時にとてもいい飲み物ですね。逆に集中したいときはコーヒーを飲みます。寝る前にココアやホットミルクを飲みます。皆さんは夜何を飲みますか？ココアを飲む人はいますか？ぜひ今日飲んでみてください。それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。 I have an online community for Japanese learners. If you want to learn Japanese and make friends who learn Japanese, come join us.We have some Japanese members, so you can also make Japanese friends. And sign up for my monthly email newsletter. You can enjoy Japanese language tips, Japan life, Japan information, and so on once a month. Of course, it's free. Sign up form is on my website. 今日も聞いてくれてありがとうございました。それでは、またねー。